日本銀行金融機構局金融高度化センターの杉村でございます。この5回目の動画におきましては、気候変動問題にどう取り組むかについてご説明をいたします。ホームページに掲載しております資料、TCFD 提言の基礎的な解説の10ページから27ページまで、こちらのお話となります。まず11ページになります。TCFD 提言も活用した気候変動対応の考え方、これをお示しをしております。一般論といたしまして、金融機関の皆様がさまざまな事柄に取り組まれる場合、対応の方向性、相手先といたしましては、大きく取引先、投融資先への対応と、政府、株主など他の利害関係者、ステークホルダーへの対応ということで、2つに大別できるかなというふうに思います。このことは気候変動問題においても同様ということになります。12ページになります。TCFD 提言の枠組みは、さまざまなステークホルダーへの説明や情報開示を行う際の有益なツールということになります。それだけではなく、金融機関や企業が気候変動問題に取り組む際の指針ということになります。すなわち、右の図にありますとおり、TCFD 提言では、気候変動から生じうるリスク、ビジネス機会を把握した上で、これをもとに経営戦略を策定をし、リスク管理体制を整備すると。そして財務上の影響と合わせて、そうした経営戦略の持続可能性や強靭性を開示をしていくという手順を示しています。13ページになります。こうした手順を適切に進めるための枠組みといたしまして、TCFD 提言では、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標、この4つの分野を柱としています。さらにページの左側にありますとおり、TCFD 提言では、これらの4つの分野それぞれにつきまして、推奨する開示項目を挙げています。これらはそれぞれの分野でポイントとなりますほか、これらを適切に開示をしていくことで、投資家などへの説明能力の向上ということにつながるということであります。とはいえ、これをご覧になった皆様の中には、案外、目新しくないなということを思われる方もいらっしゃるかもしれません。14ページです。気候変動の影響につきましては、範囲が広く、時間軸についても数十年先までという長期間に及びうるものになります。このため、気候変動問題は経営管理やリスク管理の重要テーマとして新たに取り上げていく必要がございます。ただ同時に、気候変動の影響が出発点、要因となるということを除きますと、そこから生じうるリスク、財務的な影響につきましては、これまでの経営管理、リスク管理の枠組みでカバーしているものと基本的には同じというふうに考えられます。このため、気候変動問題への取り組みも従来からの経営管理の枠組みに溶け込ませていく、すなわち時間軸の違いなどを踏まえながら整合させ、統合されたものとしていく必要がございます。15ページです。そうは言っても、気候変動問題に特有の対応もありますということでお示しをしています。まず、経営戦略を考える際の時間軸ということになります。中期経営計画で策定をいたします3年間といった短期だけではなく、例えば2030年、2050年までといった中長期の視点も必要になるということであります。また、2つ目は、表の10にあります温室効果ガス排出量との関連リスクですね、パフォーマンスを測る指標や目標として設定、開示をしていくことになります。中ほどのシナリオ分析につきましては、後ほどご説明をいたします。16ページのフローの図でございますけれども、気候変動問題に対応するための具体的な作業手順、これをまとめたものになります。ここで特にご注目をいただきたいのは、括弧7、ストーリー、世界観の再整理ということになります。17ページになります。このストーリー、世界観の再整理という点でございますけれども、気候変動の影響によりまして、将来どのような世界が予想され、その下でどのように生き残りを図っていこうと考えているか、このことを独りよがりではなく、投資家や当局など外部から見てもなるほどというふうに思える説得力を持って描くことが重要になるということであります。
そして結局のところ、これは TCFD 提言が目的といたします経営戦略のレジリエンス、強靭性、これを示すことに他ならないということであります。この点、将来の経営戦略を責任を持って語ることができるのは、経営陣の方々にしかできないということになります。また、経営戦略の策定はもちろんですが、その前提条件や判断根拠の妥当性、こうしたことに経営陣自らがコミットしていくことが必要になってくるとであります。18ページになります。ここで TCFD 提言が推奨する開示項目をもう一度ご覧をいただいております。中段にありますさまざまなシナリオの下での経営戦略の強靭性をシナリオ分析によって示すと、こうしたことが推奨されているということであります。19ページになります。シナリオ分析におきましては、科学的な知見や根拠を用いて将来に予想される環境変化、その影響度合いや経営戦略の効果、こうしたものをより具体的に示すということになります。それによりまして、経営戦略にかかるストーリー、世界観、言い換えれば具体性を持たせる、すなわちそのロジックや説得性、これを強化することにつながるということであります。18ページです。失礼しました。20ページになります。シナリオ分析のイメージを示したものになります。ここで重要な点は、気候変動の影響はいつ、どこで、どのように生じるかといったスペシフィックな予想、特定した予想は困難であるということになります。不確実性が非常に高いということになります。これは現在、科学的知見をもってしても解明しきれていない因果関係、将来予測が織り込まれていない事象が多々あるということになります。また、社会が講ずる対応策の違いによっても結果が変わりうるということになります。したがって、どれほどモデルをですね、複雑にしても扱うデータを増やしたとしても、単一的なシナリオを描くと、精緻に描いていくということは、なかなか難しいと。未来を当てに行くようなシナリオを設定することは、そもそも不可能であり、また適切とも言えないということであります。ページの右側にありますとおり、気候変動対応としての経営戦略の策定、あるいはそれを補強するシナリオ分析とは、可能な範囲で科学的知見を活用しつつ、不確実な中でもより納得性、説得性が高いと思われる複数の将来の姿を描いていく、そしてその下で経営戦略の基本方針、ビジョンを示していくということになります。あらゆる事態に備えるということはもとよりできませんし、机上の空論のような事態を想定する必要もないかというふうに考えられます。重要なのは、さまざまな事態に対して柔軟な対応力、これを持っていること、将来予測が変化した場合でも、これに機動的に対応して戦略を修正、再構築できるような経営体制、これを示していくということが重要になってきます。21ページです。このシナリオ分析は、TCFD 提言の推奨項目の中でも、対応のハードルが高いというふうに言われております。毎年公表されております TCFD ステータスレポートという世界の開示状況を調査した報告書がございますが、この中でも達成度が低い状況が示されているということであります。シナリオ分析の課題といたしまして、データの不確実性、不完全性ですね、これが指摘されることも多く、こうしたこともネックになっているということであります。しかしながら、TCFD 提言におきましては、シナリオ分析、この有益さを踏まえまして、その限界を前提としつつも、できることから早期に着手するということを推奨しています。まず、できることから始めるという姿勢が重要ということになります。いきなり完成形を目指すということではなくて、分析範囲を限定してみるとかですね、定性的な分析から始めてみるという姿勢で対応を進めていくということが重要かなというふうに思います。22ページからは、検討作業の進め方ということで概観をしていきます。まず、検討体制の整備という点でありますが、経営陣の理解の獲得、これと作業体制の構築ということが柱になります。経営陣に対しましては、気候変動の影響を踏まえた持続可能な経営戦略の開示が強く求められていると、こうしたことをですね、しっかり理解をしていただくということが重要です。また、具体的な戦略の策定、実施におきましては、現場の事業部門を巻き込むということが重要になります。
23ページになります。次に外部環境の変化を把握することということになります。科学者や専門機関、こうした情報に加えまして、業界アナリスト等の知見に基づいて気候変動に伴って、予想される環境変化、この把握するステップになります。具体的な変化といたしましては、自然環境の変化と社会的な環境の変化、この2つになります。前者から生じうるリスクとして、物理的リスク、後者に起因するものが移行リスクということになります。24ページになります。物理的リスクですけれども、台風や洪水などによる急性リスク、これと平均気温の上昇や海面上昇、これによる慢性リスクということに分かれてきます。移行リスクにつきましては、低炭素経済に移行する際に、起こりうるリスクということになります。具体的には温室効果ガスの排出規制の強化による影響、例えば電気自動車へのシフトが進む中でガソリン車にかかる技術、市場にですね、大きな影響が想定されうること、こうしたことが挙げられるということであります。25ページです。他方で気候変動対応から生じうる機会に変えますと、ビジネスチャンスが生じることも考えられるということであります。表の市場というところでありますけれども、洪水などのリスクが高まれば、対応する保険のニーズ、こうしたものが高まってくるという可能性もございます。また、中ほどの製品、サービス、ここにありますとおり、消費者の嗜好も変化しうるということであります。牛が吐き出すメタンガス、これは温室効果ガスが非常に高いというふうに言われておりますが、これに対応する解決策として、植物性の代替肉、これが市場に出てきているということであります。最近では、日本のファーストフードやスーパーにおきましても、大豆肉を使った商品が増えてきているという状況にございます。26ページになります。気候変動にかかるリスク、機会は以上、簡単にご説明をした通りですけれども、そのほかリスクを削減したり、機会を生かす具体的な対応策、この検討も重要になるということでお示しをしています。具体的には、ここでお示しをしております緩和策と適応策、これが該当してくるということであります。まず、緩和策につきましては、温室効果ガスを削減する、こうした対策ということでありまして、最近話題に上がることも多い CCS、すなわち一度排出した二酸化炭素を回収して地中に貯留をすると、こうした技術の活用も検討に値するということであります。また、適応策につきましては、平均気温の上昇、こうした変化を前提とした対応ということでありまして、例えば 災害の危険エリアから活動拠点を移転させるとか、農産物の例で申し上げれば、高温の耐性のある品種、こうしたものに切り替えていくことも挙げられるかなというふうに思います。27ページに参りまして、そうしたリスクや機会のうち、より重要なものを中心に経営戦略を策定をいたしまして、財務的な影響を試算し、先ほどご説明をしました、世界観の材料を整えていくということになります。この重要性の特定におきましては、実際の作業におきましては、差し当たり、あらあらなものから見当をつけて、ある程度試行錯誤を重ねて、精緻化をしていくということが考えられるかなというふうに思っております。ここまで気候変動問題にどう取り組むかについて説明をしてまいりました。次の最後の動画になりますけれども、6本目の動画におきましては、金融機関が気候変動問題に取り組む上での具体的な留意点、これについて説明してまいりたいというふうに思います。